スキンヘッドカメラのパンバチュクですはいこちらはですねパン A 競馬のメインレースを吉本芸人のスキンヘッドカメラが予想していきますはいというわけで土曜日の予想はですね僕は外れたんですけどもレース内容がすごくてえー、ペルセウス特別ですね土曜日の1番のね山の星は大逃げ打ったんですけど第2障害も息入れずにそのまま行ったんですよ これはもう作戦の一つとしても,もうすごくてしかもちょっと苦労しながらも第2章がしっかり超えて相当な差があってうわやられたこれ逃げ切りだって思ったらもうとんでもない足で息を入れ,入れた馬たちが差し込んできて3頭山の星を指したんですねいやーあれ見せられるとやっぱり前行ける馬が一辺倒みたいな予想できないなって思いましたね えまた予想に深みが出そうなレース内容だったんでえ、非常に面白いレースでした。さあ、というわけで今回、えー、予想するのは10月19日のメインレース、カリカチ賞です。はいえ。そんな結果も踏まえてね、やっぱ色々予想しなきゃいけないんで、色んな展開考えました。はい。そしていい馬が今回揃ってます。はい。えー、そんな中で僕が押したいのは、えー、5番の工事はうです。はい。工事はう回なんです。 これはもう何を言っても。というか本当にずっと馬券に絡んでますから最近。単純に本当にまだまだ衰えを知らない。ただね、ちょっとね、大ライバルの俺の心がいるんで、ちょっとね、副賞にしておきました。はい。ただ副賞2000円いきますから。これで公衆犯罪が多少軽んじられていれば、副賞でもまあまあつくんじゃないかなと。はい。思っておりますので、こちらで勝負したいと思います。また来週お会いしましょう。さよなら。